台湾の皆さん、こんにちは。映画活弁を監督した周防正幸です。映画活弁は、来年2020年1月31日台湾での公開が決まりました。ぜひ皆さん劇場に足を運んで、活弁楽しんでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今回活弁という映画を撮るにあたって20代の日本の若い役者さんに本当にたくさんの方と会って、オーディションというか面接をしました。その中で成田さんに決めたのはフレッシュな、ういういしい感じがしたことと、彼がこの映画の主人公になったら僕自身が大好きになれそうだと、そんな予感がしたんですね。そういう意味ではなんか直感的なもので彼を選びました。で、実際僕の直感に応えてくれて本当に素晴らしい演技をしてくれたと思います。この映画は活動弁士という、スクリーンの横に、無声映画時代ですね、映画に音がなかった時代の話なんですけど、その時日本ではスクリーンの横に活動弁士という言われる人が立って映画を説明しながら上映してたんです。で、この映画はその活動弁士の活躍が描かれてるんですけど、その中で僕が大好きなシーンは、主人公の俊太郎がですね、ちょっとした事件に巻き込まれて声が出にくくなってしまって、一生懸命映画を説明しようとするんですけど声が出ないんですね。その時に幼なじみの梅子ちゃんが彼を助けるようにスクリーンの横に入ってきて、2人並んで一つの映画を語るシーンがあります。それは直接的な愛の告白ではないんですけど、僕の中ではこの映画の中で一番のラブシーンだなと思って、素敵なラブシーンになるように活動弁士のしゃべりっていうのを撮りました。ぜひそこを楽しみにしてください。周防正幸監督待望の最新作、今回描くのはその昔観客をサイレント映画の世界に引き込んだスーパースター、活弁。活動弁士を夢見る俊太郎が行き着いたのは小さな町の映画館。暇さえあったら酒飲んどる。俺の説明に客がつくんですよ。お前は何ができるんだ。はい、活雑用だよ。クセ者たちが揃い踏み、空前絶後の大騒動。持ち逃げした金がたんまりあるやろ。大変だ、捕まえております。逮捕する。報復窃盗、痛快活劇、極上エンターテインメントの幕が上がる。あんた何してたんや。知らんて。活弁。びっくりした。大丈夫ですか。